はい、こんにちは、スレトルトと申します。プレイする怖い話2、実況プレイ始めていきたいと思います。前回はこの餓死昇誕というシナリオを、クリアしまして、完全クリアしまして、カンクリしたやつが4つになりましたね。4と4と1個半という形です。今回はやったことのないシナリオ、この深い森眠りの中で、暗館のその奥でのどれかをやっていきたいんだけど、どれしようかな。暗館のその奥でちょっと室内系をやってみましょうか。はい。あ、これはなんかシナリオをちゃんとやってる。3つしかないね。おい、いきます、開始。このね、なんだっけ、この酒場のマスターが出てくると、刑事さんの実体験というか、実体験とか聞いたことのある話のパターンですね。マスターは死にたくなったことってある？おかしなこと言わないでください。ありませんよ。楽しい日々を過ごしていますから。毎日がエブリデイって感じです。エブリデイ、エブリデイじゃん。毎日が毎日？この前、倉庫の整理をしてたのよ。そしたら古い段ボールが出てきてね、昔の事件ファイルが出てきたわけよ。事件の概要と担当した刑事の手帳がまとめられててさ。ほうほう、ちょっと面白そうなつかみですね。あ、これはじゃあ、刑事のおっさんの話ではないのかな。あ、でもそうだ。岡部さん、僕、倉庫の整理してたんですけど、なんかやり方ミスったかもです。これ、ガッキーだな。新入りのガッキーが気まずそうな笑顔で頭を下げる。こいつのやり方にも問題があるのかもしれないが、たった一人にあの空間を片付けるという方にも問題がある。荒垣だって倉庫整理が警察の仕事なのかと文句も言いたいだろう。それを我慢してやってるのだから俺だって強くは言えない。おいおい、余計な仕事増やすなよ。後で見に行ってやるから待ってろ。荒垣の顔はパーッと明るくなり、元気な声でありがとうございますと言うと、地下の倉庫に向かってかけていった。荒垣は決してダメな新入りではない。体格はいいし、性格面にも問題はない。ただ少し頭の方が鈍いのだ。これ結構でかいんじゃない？まあ、警察という仕事をする以上、ああいう大会系の人材が多くなるのは必然だ。まあな。デスクの脇に置きっぱなしになったコーヒーに手を伸ばすと、表面にはホコリが浮いていた。やだ。あ、岡部さん、今こんな感じなんすけど。この倉庫の中か。申し訳そうに縮こまる荒垣。確かに物置内はひどいありさまだった。まあお前だけが悪いんじゃないって、みんな適当にぶち込むからこうなるんだ。ここは証拠品を置くような倉庫ではなく、文字通りの物置だ。俺の記憶が正しければ、最初は掃除用具をしまうってことで使われていたのだが、いつの間にか邪魔なものは何でも置いておける便利な空間になっていた。おい、マスク持ってきな。今日はサービス残業だ。腕時計は17時13分を指している。もう帰りたいところだが、可愛い後輩のために時間を割くのも悪くない。1時間もあれば、見せられる程度には片付くだろう。そこで見つけた資料のお話なんだよな。岡部さん、マジでありがとうございました。俺、缶コーヒー買ってきますよ。やはり、この年になると、中腰での作業は腰に来る。買い物は元気な後輩に任せ、俺は少し休ませてもらおう。硬さを確認してから大きな段ボールに腰を下ろす。ぎしりと不穏な音を立てたものの、しっかりと俺の体重を支えてくれた。あ、これだ。なんとなく棚の下方にあった小さなノートに手を伸ばす。後輩が帰ってくるまでの暇つぶしだ。何が書いてるあるのだろうと、何の気なしにページをめくる。1978年、〇〇無理心中事件解決済み。担当、島口ペケペケ。これは誰かの手帳だ。島田と書いてある。だが下の名前はインクが滲んで読むことができない。当時島田という刑事が担当していた事件のメモだろうか。ちょうど良い暇つぶしが見つかった。コーヒーが届くまでの間読ませてもらうことにしよう。事件概要、一家心中、死亡者6名。あそこの館じゃないだろうな。プレイする怖い話1に出てきたさ、あの廃墟ね。写真撮ったら心霊写真が写る。ちょっと違うか。元資産家の5人家族が持ち別荘の地下でガス自殺を行った。地下？あれ？ちょっと近いぞ。
うわー、あの話の続きだ。6人の被害者のうち1人は家政婦として働いていた若い女性。これね、プレイする怖い話1に、この田舎にあるずっと子供のね、この主人公が子供の頃からずっと廃屋になってたその家に、なんか廃屋カメラマンというか廃屋の写真を撮るのが好きにな、大人になって好きになった主人公がそこに潜り込む話があるんですよね。で、そこでなんか地下に家政婦の化け物がいたりとか、いろんな怖い目にあったって話があったんですけど、ここに来てその話はちょっとテンション上がりますね。2やっててよかったし、1やっててもよかったね。最年少の被害者、たった3歳の子供だった。この子が無理心中された子供の一人。現場の状況から察するに、心中を企てたのは資産家夫婦だと思われる。夫婦の子供の長男の死因がガスを吸引したことによる窒息死ではないことから、心中以前に殺害されていた可能性が高い。ああ。地下室の奥で3歳になる弟を抱きしめながら、長女は息絶えていた。ああ、なるほど。お父さん、お母さん、長女、長男の弟、で、家政婦。あれ、もう一人足りない？5人って書いてあった、6人って書いてあった。現場はまさにこの世の地獄。地下室の出口付近に、夫婦と家政婦の3人が折り重なるように固まっていた。家政婦は死ななくていいだろう。お互いの肉体に爪を食い込ませ、互いが互いを道連れにしようとしたようだ。こんな凄惨な現場は見たことがない。事件自体は解決されたものの、私はあの現場にもう一度足を運ぼうと思う。人間の狂気が染みついた地下に、まだ魂が閉じ込められているように思えるのだ。じゃあほっとけ。最初のページはこのように締めくくられていた。この文章を書いた島田という刑事は、悲惨な心中が行われた現場に足を運んだのだろう。これ以上読んでも決していい気分にはならない気がする。ページをめくる指の力が抜けてきた。あー、なるほど。あえて読まないすると、さっきなんかチャート見たときに、一気にエンディングに来ましたよね。あえて読まないをして、ちょっと一個エンディング見てみましょうか。これ以上はやめておこう。すでに終わった事件だ。この事件について知ったところで、別に何が変わるわけでもない。俺は手帳を閉じて元々あった段ボールの上に置いた。が、大きな音に振り返ると、新垣がミスったミスったと騒ぎながら足元に転がる缶コーヒーを追いかけていた。ごめんなさい。ドア開けるとき片手で持ってたからっす。気をつけろよ。ほら、もうここはいいから飯でも行こうぜ。岡部さんのおごりなら俺めっちゃめちゃ喜びますよ。新垣を車の助手席に乗せると、すっかり暗くなった駐車場を出る。1時間で終わらせるつもりが、いつの間にか2時間も経っていた。大丈夫かこれ。岡部さん、待ってる間何してたんすか、あんな暗いところで。うん、古い手帳を読んでたよ。島田って刑事さんが書いた事件のメモだな。どんな事件っすか？いや、気味悪いから読まなかったよ。心中事件だってさ、小さい子が死んだみたいよ。お、島田さん知ってんの？ああ、島田さんってあの島田さんですか？そんな古い手帳が置いてあるなんて、いつから掃除してないんすかね。お前、島田って名前知ってんの？新入りが知っていて俺が知らない刑事がいるだろうか。そもそもあの手帳によれば1978年の出来事。新垣は生まれてもいないのではないだろうか。え、あの島田さんですよね。行方不明になった。行方不明、そんな話は聞いたことがない。新刊の時に怖い話大会ってのをやったんすけど、その時に聞きましたね。これは実際にあった怖い話なんだけどってやつ。創作だと思ってたんですけどね。手帳あるってことはマジモンですよね。話したくて仕方ないといった表情の新垣はあえて別の技を振る。何食いたい？おごってやるよ。マジっすか？ありがとうございます。焼肉一択ですよ。島田という人間がどんな人間でどうなったかは知らない。今後も知ることはないだろう。人生とうまく付き合っていくコツは余計なことをしないってことだ。知らぬが仏ってやつだよな。確かに。でも俺もなんかこんな話になったら最後まで聞きたくなっちゃう派だからね。最寄りの焼肉屋を思い出しながら油の乗ったカルビを想像し、早くも胸焼きそうになった。安全な選択、これが正解なんだろうな。読まなくてよかったですね、それ。マスターがいつになく真剣な顔つきでそうつぶやく。俺もそう思うよ。
きっと読んだってろくなことはなかっただろうし、人の手帳や日記なんて読んではダメということですね。確かにその通りだ。僕にもいろいろ秘密があるんですよ。教えませんけど、綺麗の秘訣ですから。もうワンにな、なんかワンの時と違ってなんかちょっとオカマっぽいんだよなこいつ。そうね、それを暴くということは場合によっては思いがけない事態につながるかもしれない。秘密は秘密にしておいた方がいいってやつだ。さて、じゃあ秘密は秘密にしておいた方がいいと言っていたのにもかかわらず、続きを読みたいと思います。なんか1個目のエンディングから見てよかった感じがするね。ちょっとグッと怖くなったね。島田さん死んでたんだみたいな。新垣はまだまだ帰ってこないだろう。この物置から出るのもめんどくさい。ならばここで手帳を読むのが一番だ。ページをめくると、まるで自分が島田という人間になったような錯覚を覚えた。物語に引き込まれるという感覚とも違う。書いてある文章が自分の体験のように思えるのだ。意識がどん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 深く手帳に吸い込まれ、気がつくと俺の意識は当時の現場にいた。島田視点になりそうだなこれ。現実ではない夢の中だと理解していても、感じる空気は本物より思えた。やっぱあそこだな。バツガツ丸日、日が沈まないうちに現場である山荘に向かった。人の気配のない外観を見たとき、誰にも告げずに来たことを少し後悔した。すでに現場検証などは終わり、警察のいた形跡はほとんど残っていない。館の周りに張り巡らされた立ち入り禁止のテープ以外は、つい先日まで人の出入りが多かったため正面玄関の鍵は開けたままになっている。数週間前まで人が住んでいたとは思えないほど館の中は閑散としていて寒い。おそらく金のやりくりに困り、家財道具の一部を残して売り払ったのだろう。でもダメで自殺したってことな、無理心中。この館は漢字の口のように一周できる形になっている。私が目指しているのは地下室だ。地下室の入り口はキッチンにある。現場検証の際に何度も足を運んだため、迷うことなくそこへ行ける。だが私はあえて館の中を歩くことにした。生前の家族のことを考えながら、なんか囚われてるな島田さんって人。そんな警察だからさ、もう終わった事件はさっとやって次に行った方がやっぱ絶対にいいはずなのに、なんかもう終わったはずなのに、もうなんかここを操作してるうちになんか捉えられちゃったんだろうな、心というかそういったものが。日の当たる廊下は子供にとってはかけっこの舞台だったのだろう。尖ったものの角にはぶつかって怪我をしないようにカバーがつけられている。何気なく目を留めた大きな柱には子供たちの身長が彫り込まれていた。幸せそうだけどな。至るところに見える幸せのかけら、それが今では見ていられないほどに痛々しい。ギーギーと床をきしませ、キッチンへとたどり着く。キッチンの床についている取っ手を引き上げ、力を込めて持ち上げた。出たー。前回は地下室の中までは入れてなかったんだよな。ここら辺で引きずり込まれるエンディングはあったんですけど、音もなく床が上がり、暗い階段が顔を見せた。この小さな階段を家族5人と1人の家政婦は降りていった。しかもそのうち1人はすでに息絶えた状態で地下へ運ばれたのだ。坊ちゃん、一体どんな気持ちだったのだろう。関係者はすでにこの世にいないため想像するしかない。現場検証で分かったのは、夫婦以外は地下から逃げようと這いずり回っていたことだ。そのことから察するに、おそらく騙されたのだろう。暴漢が入った、息子を刺したぞ、家族を地下室に避難させろ。家主が叫ぶと共犯者の妻もヒステリックに叫ぶ。家政婦さん、あなたも隠れるのよ。小さな弟とすでに鍛えた兄、姉妹のように思っていた家政婦と共に、この家の長女は地下室の扉を開けた。あ、弟は死んでなくて兄ちゃんがもう死んでるわけなのか。それで6人ってことか。兄弟は3人ですね。きっとこの地下に潜った時は生きる希望に満ちていたはずだ。身近に迫った死を前に家族と一緒に生きるという固い決意が生まれていた。しかしそれは家族の手で壊される。薄暗い地下室に最後に降りてきた上司はガスを焚き、その場にいた全員を殺したのだ。真っ暗な空間で真っ
黒な気持ちのままこの一家は命を落とした。両親以外は天国へ行ったのだと思いたいが、絶命するまでの数分間は地獄そのものだったであろう。もしもまだこの暗い地下に魂が残っているのだとしたら、私はそれを解放したい。私は除霊師などではないが、何かできることがあるかもしれない。もう悪霊になってたよ、あの時は。死者の魂を慰めるのだ。強く決意し、私は階段を降り始めた。地下に続く扉を開く。かけられていた南京錠の鍵は持っている。扉が開くと、カビ臭さとともに薬品の匂い、そして血の匂いが立ち込めてきた。暗い地下室に降り、電気をつける。ここに送られている電気もそのうち止められるだろう。今のうちにここを見ておかなければ、きっと誰からも忘れられてしまう。上の館の真ん中、漢字の口の中心部分に位置するように地下室は広がっている。いくつかの部屋に区切られており、避難所のような形になっている。食料も数週間持つ程度に備蓄されており、本来は災害の際などに避難するために作られた空間なのだろう。地下シェルターってことだな。私は一家が地下に逃げ込んだ当時を想像しながら歩く。無我夢中で走りながら、きっと一番奥の部屋まで行ったに違いない。そしてお互いを抱きしめ合いながら地下室の入り口を睨みつけていた。当時の光景を合わせるように私も地下室の奥に座り込む。そして当時起きたことの続きを想像しようとすると、うわー怖え。地下室の電気が消えた。突然のことに心臓が痛くなるほど脈打った。音もなく訪れた闇は私の心までも暗くした。深淵を覗くとき、深淵もまたこちらを覗いているからな。今までに感じなかった恐怖が襲ってくる。座ったまま動くことができない。まるで付き物が落ちたように頭が冷静になる。続いて後悔の念が湧き上がった。やるべきじゃなかったって。もう警察はもうなんかそういう感情を、まあ感情を持ってやるのもいいかもしれないですけど、淡々ともう機械のようにこなしていくっていうこともまた一つのなんかコツのような感じはするよね。なんか一つ一つに囚われてたらやっぱ結局なんかうまくいかないというか、いろんな事件はできないんじゃないかなみたいな。なぜ私は懐中電灯を持ってこなかったのか、なぜ誰にも連絡をしてこなかったのか、そもそもなぜ解決した事件のためにこんな場所へ来たのか、なんかもう疲れてたんじゃないこれ。私の考えていた魂の解放とは何なのだろう。魂を慰めるとは何をするのだろう。恐怖は止めどなく湧き上がる。この無理心中の件に関わってからの記憶が曖昧だ。やっぱそうだ、取り憑かれていたなんてくだらないことを考えたくはないが、どうにも説明がつかない。おかしいもんね。これがエンディングの分岐になるかもしれないですね。まあ、出口走ろう。同じようなことになりそうだけどね。ここにいた家政婦さんもお姉ちゃんも出口に走ったけど、お父さんお母さんにこう引き止められたわけだから、これ以上ここにいるわけにはいかない。誰も助けに来ない以上、自力でここから出るしかない。震えもつれる足に力を込めて立ち上がり、記憶を頼りに暗闇を駆け抜ける。うわと走り始めて数歩のところで何かを踏みつけ派手に転んだ。暗くて景色は見えないが、仰向けに倒れたことは後頭部の痛みでわかる。脳が揺らされ意識が朦朧とする。ずり、鼻の奥で血の匂いがする。どこか切れたのかもしれない。ずり、なんとか壁につかまり上体を起こす。怖いな、なんか映りそうだな。体勢をずらして座り直した瞬間、目の前の闇が動いて私の上にのしかかってきた。闇ではない、私の上にいるのは闇ではない。冷たい皮膚を持った人間、息苦しそうに空気を求めている。なんかシューシューって言ってるもんこれ。ズリッズリッと地面を這うような音がそこら中から聞こえてくる。ヒューヒューという聞くに絶えない音を立てながら、いくつもの気配が闇の中で動いていた。受け入れてもね。あ、やば、同じとこ整備しちゃった。いや、逃げる。このままでいいはずがない。こんな暗闇の中にいるものは人間ではない。すでに人の形を失った心中した者たちだろう。確かに子供たちは被害者だ。身勝手な大人に殺された被害者だ。だがだからといってなぜ私まで同じ目に遭わなければならないのだろう。
私は仕事をしに来ただけだ。俺仕事じゃない気もするけどね。取り殺されるようなことをした覚えはない。のしかかる闇を払いのけ、出口に向かって走った。お、やった。途中何度も足首をつかまれたが、なんとか扉までたどり着くことができた。ガシャン。だが外開きの扉はいくら力を込めて押そうにも動く気配はない。ガシャン。うわー、もうマジモンの恐怖だよな。開けてくれ。誰に届くわけもない。私は誰にも告げることなくこの地下室に来てしまったのだ。今思えばこの心中事件に関わった時から取り憑かれていたのだろう、だろうね。でもさ、メモが残ってるよね、この話だと。じゃあ逃げられたってことになるんじゃないかなってのはある。頼む、許してくれ、私は何もしてない。響くだけの声が余計に気分を暗くする。ガシャン。おー、青い扉をなんとかこじ開けようとする私の足に何人もの手が絡みつく。思わずヒッという声が漏れた。じわじわと握力を強めていく無数の手、服越しにでも冷たさが伝わってくる。私を暗い地下室へと連れ戻そうとしているようだ。やめろ、私に触るな、私が何をしたって言うんだ。本当だよ、かわいそうだよ。扉に体当たりを繰り返しているうちにどんどん息が上がり始める。明らかに吸う空気の量が多くなり始めている。酸素の密度が薄くなっているように思える。あ、ヒューヒュー言ってる。ここから出たい、それしか考えられなくなっていた。扉の隙間から差し込む光がとても遠い世界のように見える。この鉄の板一枚を隔てた向こうにはいつもの世界が広がっているのに。わー、私は闇から伸びた手に引きずられ地下室の奥へと連れて行かれる。目の前の光は遠のいていき、やがて消えた。え、あ、小川部さん、そろそろ起きてくださいよ。寝てたん、あ、そっか、夢の中のような。新垣に揺すられ俺は目を覚ました。新垣、ここはどこだ。どこって物置ですけど。ほら、コーヒー冷めちゃうんで飲んでください。これノートないんじゃないの。少し緩くなった缶コーヒーを投げて起こす。俺寝てたのか。そうですよ、俺が戻ったらぐっすり。最近夜ちゃんと寝てますか。バーに通ってるって言ってましたけど、ほどほどにしてくださいよ。頭がぼんやりしてよくわからない。俺が今まで見ていたのは夢だ。だが感じた痛みや息苦しさは夢なんかじゃない。なあ、ここに手帳なかったか。あ、ああ、これですか。新垣が足元に落ちていた一冊の手帳を拾い上げた。それだ、俺はこれを読んでたんだけど。新垣に中身を見せようと思い、ページをめくった瞬間戦慄した。何も書いていない。俺が読んでいたはずの手帳には何一つ文字は書かれていなかった。これは島田生存ね、ノートあるってことは島田生きてるってやつはなくなっちゃうな。岡部さん、疲れてるんじゃないですか。今日は酒とかやめて帰りましょうよ。新垣の同情的な視線が痛い。俺は確かに読んだのだ、島田刑事の残した手帳。だがなぜあの手帳はこの物置の中にあったのだろうか。もしも俺が見たものが島田刑事の追体験なのだとしたら、この倉庫内に手帳があるのはおかしい。あれが事実なのだとしたら、島田刑事は今もどこかの廃屋の地下室にいるのだから。いるのか。それは奇妙な話ですね。マスターは両手で肩をさすりながら俺の話を食い入るように聞いていた。楽しんでもらえたならよかったよ。心中なんて悲しいですね。生きていれば毎日がエブリデイなのに。また言ってる。彼の言いたいことはよくわからないが、心から俺の話を楽しんでいてくれたようだ。岡部さん、僕次の話が聞きたいです。いや、ありがとうございます、面白いです。じゃあ分岐わかんないけど受け入れてみますか。お、体に感じる重さから伝わるのは深い悲しみだった。とても怯え怖がっている。暗闇に目が慣れるとだんだんと明かりが見えてきた。私の上にいるのは長女だろうか、もしくは家政婦の子だ。若い子、この子たちは被害者だ。親の勝手な都合で殺された被害者だ。
私はこの子たちに呼ばれていたのだろうか。いや、まあでも借金を残しちゃうみたいなことで、今後の人生もうあれだからって言って無理心中させたってことなのかもしんないけど、それにしてもな。どんどん意識が遠くなる。そして気がついた。私は取り憑かれたように求めていた魂の救済の意味、死者の欲求を満たすこと。この子たちが求めていたのは共に行く道連れだ。そのことに今気がついた。死ぬ前に。あ、どうしたんですか。めっちゃ顔色悪いですけど。ちょっと違うエンディングか。それは顔色も悪くなるだろうと心の中でつぶやいて読んでいた手帳を探す。あれ、手帳なくしたんですか。嫌ですよ。またこの倉庫ひっくり返すの。違う、読んでたんだよ。倉庫の中で見つけた手帳さ。俺が来るまでですか。でも岡部さん、俺が帰ってきた時には寝てましたよ。荒垣の言葉に頭が混乱する。どこまでが夢でどこからが現実なのだろう。確かに俺が見ていたのは夢だろう。だが手帳読んでいたのは事実のはずだ。チャート、そっか、出てんのか。あ、合ってるね。受け入れたらエンディングだ。が、その手帳すら今は消えてなくなっている。ちなみに何が書いてあったんですか、その手帳。荒垣は人の気も知らないで買ってきたコーヒーを吸ってる。島田って刑事の書いた手帳だよ。心中事件について書いてあったんだが、とてもリアルなんだ。俺の言葉を聞くと新垣の顔からすっと表情が消えた。それマジで言ってます。ああ、本当だよ。さっきまで読んでたんだから。岡部さん、聞いたことないですか、この書の七不思議ってやつ。これエンディング1とエンディング3がくっついたみたいな内容だぞ。なんだよそれ、小学生じゃあるまいし。茶化そうとしても新垣の真剣な顔は崩れない。昔この書に島田さんって刑事がいたんすよ。その島田さん、ある心中事件に関わってから様子がおかしくなって最終的に失踪したんです。たった今俺が見た夢の内容をぴったりと言い当てられ、心臓を掴まれたような気がした。それでですね、この書内には島田さんの魂の乗り移った手帳が現れるって話があるんです。で、それを読んだらどうなるんだよ。読んだ人間は死ぬってお決まりのパターンか。ちょっと違います。島田さんと同じように失踪するって話です。怖い。鳥肌が立って止まらなくなる。そもそも失踪した人間の手帳があること自体おかしくないか。そう、おかしいんですよ。だから常識では考えられないようなことが起こるんです。そう言い終えると新垣は缶コーヒーを一気飲みした。なんて、岡部さん知ってるんでしょこの話。俺をビビらせようとしたって無駄ですよ。バカだもん俺、幽霊とか理解できないもん。笑う荒垣に合わせるように俺も無理やり笑おうとしたが、口元が不器用に歪んだだけだった。今見たものは全て夢だ。そう思えば納得がいく。初めから手帳なんてなかったんだ。俺は疲れて夢を見てたんだ。疲れただけだ。よう、疲れたってやめろよ。別の疲れたになるだろう。なあ荒垣、飯をおごってやろうか。一人になりたくないんだな。マジっすか、お好み焼き行きたいっす。今夜はどうも一人でいたくなかった。あんな夢を見たせいだろうか。とても暗く嫌な夢だった。だがなぜだろう、あの島田という刑事に心から同情してしまう。彼が真面目に仕事をしただけだ。それがなぜあんな最後を遂げなければならなかったのだ。彼を思うと、これまたさ、なんだろう、あの館にさ、この手帳を見た人が館にまた誘われて失踪してみたいな繰り返しじゃないの。彼の魂は救われたのだと信じたい。怖いねこの話。岡部さん、それっていつの話ですか。失踪するかもしんないじゃん。別にどうというわけではないですけど、今度の日曜日お祓いデートしましょうか。お祓いもデートもお断りしたいところだが、マスターの表情にはいつものような煮えけ面は見られない。ちょっとだけですから何もしません。お祓いしといた方がいいんじゃない。これ、何、怖いんだけど。ちょっとお寺で休憩するだけですからね。わかったわかった。勢いに押され約束をしてしまったが、果たして大丈夫なのだろうか。生まれてこの方、お祓いデートなどという言葉を聞いたことがない。いい子の岡部さんにはサービスしちゃいます。
マスターのにやけ面を眺めながら目の前に出された炭酸水を一気に飲み干した。いやー怖い話でしたね。なんか前見た暗い館のね、あの廃屋のやつのスピンオフというか前日談みたいなお話があって、なんか1と2のつながりをさらに感じることができましたね。結構やってきました、このプレイする怖い話2。残ってんのが深い森と、眠りの中で、そして小春日和のエンディングがめちゃくちゃ残ってるんだよね。次回ちょっと新しいシナリオどちらかをやろうかなと思っていますので、よろしくお願いします。面白かった方高評価ボタンを押してってください。引き続きやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。プレイする怖い話2でした。レトルトさーん。